はい、AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム4県人の高岡薫です。よろしくお願いします。今日もショールームやります。さて今日は何の話をしますか。あ、そう、ちょっとメールに関して皆さんにちょっと言わなくちゃいけないことがあって、私メールちょっといくつか持ってるんですけど、メールアドレスを、ただちょっと昨日とか今日送ったやつがちょっとまあそこまで言わなくていいか、ちょっとトラブルがあって全然皆様に送れない状況があって、そうだからちょっと昨日と今日まだね全然送れてないっていうことがあったのでちょっと伝えさせていただきました。ごめんなさい。多分今日昨日と今日届いてないですよね、おそらく。そう、ちょっとトラブルがあって、まあ個人的なトラブルです、それは。そうだからちょっとメールが遅れてないっていう状況があったので一応お知らせをしました。さあ今日は何の話をしていきましょうか。ちょっとタブレットを取りたい。取りたいって言ってもすぐ近くですけど、ごめんね、ちょっと喉の、まあ喉あんまね、ちょっと声を大声は出せないんですが、普通におしゃべりができます。これも全部喉が乾燥しているせいだ。ちょっと困った。もうちょっとマスクには頑張ってほしい。何の話する？今日は特に何か変わったことが起きた日でもなかったので、ちょっと今日はこんなことがあったよっていうことがお伝えできないんですけど、ルンちゃん友達とご飯食べてるときは気をつけてることある？ごめん、友達とご飯食べることがないからわかんない。よく考えたら、待って、私友達とご飯食べること全然ないんだけど。ないね、友達とご飯食べるってことがなかったや。そういえばなんか、そう、仲のいい子はあんまご飯食べないんですよ。そうだから一緒にご飯食べに行くことなくて、そうないね、全然。
まあでも特に気をつけてることもないかな。まあでもそうだな、まあ食べながら、まあでもあんまりなんかその普段気をつけてることとそんなに変わらないけど、なんか食べながら喋らないとかさ、まあどうしても喋りたいときは口見せないようにするとか、そんなことですね。そう、でもマジでぶっちゃけ友達とご飯食べに行かないや。メンバーとはもっと行かないね、正直。うん、あんまり、そうだね、メンバーとはご飯行かない。まあ、一番行くのは家族ですけど。そう。そう思うとなんかジョン・マイ・ラブのキャストさんとカフェ・レスト・マーズに行くことの方が多いような気がしてきた。そんな気がしてきたよ。うん、でもメンバーともほとんどご飯食べに行かないね。そうです、あんま私その外食に行かないから、そもそもそう、なんか家でなんか自分で作って食べたいから、そうあんまり外食ってそんなに、このいや好きなんですけどあんまり行かないね。そう、もう家で自分で作って食べたい方です、だからあんまり行かないのかな。そう、まあ、だから、まあ、外食した時に思いっきり食べられるように、なんか普段からなんかすごい頻繁に外食に行くってことはないね。まあ、あんま誰かとお出かけするってことがないんですけど、そう、一人でファミレスは全然入れます。うん、まあだからファミレスですごい気になったデザートとか食べに行けないってことがほとんどなんですけど、でもまあさっきも言ったんだけど、私は外食よりも家で自分で作る方が好き。そう、あんまなんか外食し、なんか一緒に、なんて言うんだろうな、あんま外でご飯、外でご飯食べるんだったらもう家で自分で作る方がなんかいろいろ考えられるから好きだなって思ってて、まあ外食も好きなんですけど、そう、だからそうね、まあそんなになんか頻繁に外食行くわけじゃないね。そう、うん、どっちかっていうと、まあ外食、外で食べるって言っても、まあ、外食よりコンビニのイートインコーナーの方が好きですね。そうそうなの、コンビニのイートインでなんかサラダとか、なんかちょっとバランスとか見て買う方が好きですね。そう、コンビニの量がちょうどいいんですよ、割と。なんかまあ結構外で食べに行ってなんかお魚食べようと思ったら結構量多かったりするじゃない。なんかそれはちょっと嫌なんだけど、コンビニぐらいの大きさがちょうどいいんですよ、私には。そう、だからコンビニのイートインが好きですね、私は。結構
まあ、コンビニで買うってなると高いから、それだったらやっぱ家で作った方がいいなって思うんですけど、まあ高いっていうのはサラダがね、そう、それだったら家で作りたいなって思うんですけど。そうね、コンビニとかスーパーのお惣菜コーナーとか、そう、うちの方が好きだな私は。まあ外食ももちろん好きですけど、でもあんま頻繁に外食行かないね、マジで行かないそう、大丈夫かな、私最近不安なのがちょっと太ったかなってちょっと思ってしまうことが不安なんですよね。そう、なんかあの宣材写真の時めっちゃ顎シュッてなってたから、今見たら大丈夫かちょっと心配になっちゃうけど、まあ大丈夫だと信じます。はーい、そう、まあ多分慣れたか、見慣れたからなんかあれってなってるのかなって思いたい。あ、ありがとう、みんな、そんなことないよ。ありがとうございます。そう。7月30日の夜は富士のひじきに食べるんだ。あ、いいじゃん。もう私あれ大好き、もう大好物。独り言なんだけど、ABC の曲の振りって覚えた方がいいですか？めっちゃ独り言、めっちゃ独り言を大声で読み上げる人。まあ、踊ってくれたら嬉しいね、こちらはっていう感じ。そう、あ、でもそっか、あの宣材写真の日はなんかメイクさんがちょっと顔マッサージみたいなのしてくれたけん、ちょ、それで その効果もあるのかもしれない。コロコロはなんかあんまりはしないな、なんかメイクする前にやったりとか、なんだろう、あんまりしないですね、私は。コロコロはそんなには、なんか毎晩やってますとかではない、なんかたまにやるぐらい。そう、そうね、美顔ローラー、でもあんまりね私に合ってないんだよね、なんかそういうローラーとかゴロゴロやるの多分合ってないと思う、なんか続かない続かない、マジで。そう、そういうの全然続かない、本当に。ちなみに私がジョマイラブ出てる時はちょっとサビのところとかで、なんかあのみんなを見る時にチラッと客席が見えるから、おお結構踊ってるなとか、あの人超ノリノリじゃんみたいな、まあそんなにそんなこと考えてないけど、そんなたくさんは、なんかそれまあ2秒ぐらい、いや2秒ぐらいだけちょっと考える、一瞬考えるみたいなことがたまにある。そう、日曜の公演外れた。あら残念。ぜひオンデマ、オンデマ？オンデマの。ぜひ配信見ていただけたら。そう。
よし、ああ左右がいい感じだわ。まあでもなんだかんだで前鉄コンまでもうあとちょっとだよ。楽しみー、楽しみ、めっちゃ。ていうかあれだね、日曜日にいっぱい踊るからね。オッケーオッケー。何がオッケーなのかよくわかんないけど、いや公演2公演が久しぶりなんだよね、めっちゃ。そう、まあ、そんな時も私はお弁当のことばっか考えてる。2公演の時ってお弁当どっちも出るっけとか。そう、なんか どうしようかなって考えてる。でもこの前の公演も私めっちゃバタバタしてて、結構でなんでなんだろうって思ったら、先にご飯食べてるのがいけないのかなって思ったんです。でもやっぱ私ね、公演始まる1時間前までにご飯済ませたくって、だからやっぱ先にご飯食べる。でもやっぱ先にご飯食べといた方がさ、あのお腹痛くならないからさ、やっぱご飯食べないとできないし、あの元気が出ないから、どうしたもんかなって思ってちょっと対策を考えてるとこです。もうちょっと今週末の公演はあのちょっと優雅に行きたいなと思って。そう、最近筋トレできてないんだよな。運動、まあウォーキングなんですけど、運動はねしてるんだけど筋トレができてないからね、そろそろやりたいんですよ筋トレ。そう、まあ筋トレって言っても私のやってる筋トレなんかね、もう筋トレって言えるんかなっていうぐらい。でも筋トレっちゃ筋トレ。え、でも、まあ、待って、めっちゃタブレットのカバーが剥がれてきてるちょっとずつ剥がれてきてるタブレットのカバー。よいしょ。ね、そう筋トレ明日何かしらやりたいなと思ってます。もちろん明日も歩くんだけど、何かしら筋トレができたらいいなとちょっと思ってるところです。まあ、言うてね、私そんなにしてないんだけど。そう、言うてだって背筋とプランクぐらいしかやってない。そう、あんまり、もうちょっとなんかメニュー増やせたらいいなとは思うんだけど、ちょっとなかなかね、そのあんまり増やしすぎると続かないというか。
ていうのもあって、とりあえずその2つは頑張ってやろうと思ってね、頑張ってる。そう、まあ、たまに足もき足の筋んたまに足の筋トレもするんだけど、本当にたまにです。そう、足はねちょっとどうしようかなって悩んでるとこ。そう、私足ちょっと太いからさ。今はそんなことないよはいらないからね、ありがとう、気持ちだけ受け取っとくね。まだ誰もコメントしてないけど。そう、やっぱ最近の進歩、進歩じゃないけど、最近のあった嬉しいこととした、嬉しいこととは、そう、もうお菓子へのね、なんだ、あの執着心じゃないけど、なくな、なんかお菓子を食べたいなっていう欲がね薄くなりました、だいぶ。そう、なんかお菓子食べたい日に食べようって思ったらだいぶ少なくなって、それはすごい喜ばしいことなんですけど、でも逆に問題があるとしたら、ちょっと賞味期限近づいてるものもあるから、それをいつ食べようかという話です。あ、でもまあ差し入れでもらったものいくつか多分家族にあります。そう、マジでなくなった、なんかお菓子食べたい欲が。そう、まあ賞味期限ギリになっちゃうことがちょっと問題だけど、まあでも今日久しぶりにお菓子ちょっと食べたいなって思って、まあ久しぶりにって言ってもね、あの先週の日曜日にあのミルクレープは食べたんですけど、くら寿司で。そう、日曜日だっけ、あれ日曜日だね。でもそう本当に最近お菓子食べたいなって思うことがなくなって、まあお菓子大好きだけどね。そう、だからでも今日はちょっとラングドシャ食べたくなって、ラングドシャ食べました。ラングドシャって美味しいよね、ちょっと最近ハマってる。そう、でも完食はする、言うて果物だけど、まああんまり果物もたくさんは食べないように、1日 200g までって決めてはいるんですけど、それかスモークチーズ。そう、うん、そうなんだ。でもなんかよく言う、なんかお酒飲んでるとなんか、なんかなんだろう、お腹すくみたいな、なんて言うんだろう、ちょっとわかんないんだけどさ、なんかそういうの聞いてよりお酒飲みたいなって思わなくなっちゃった。ちょっとやだなって思っちゃってね。そう、わかんない、まあそれは人によるんだろうけど、なんかやっぱわかんないんです、どうなんだろう、私本当お酒のこと詳しくないからさあれなんだけど、お父さんの晩酌に付き合うとかはまだ、晩酌あんま晩酌の意味がよく分かってない。だいぶちょっと剥がれてきてる、あらやだ、これからちょっとボロボロ剥がれちゃうわね。そもそも私お酒を楽しむ領域にまでまだ行ってない、違う、お酒を飲めるっていう領域にまだ行ってないのよ。晩酌とは、
晩飯の時にお酒を楽しむ、うんうん、そうだね、全然いけてません。お酒飲むならさっぱりしたもの食べる、刺身とか、あ、いいね。お刺身だったらタンパクがあるから、まあ脂質少ないものもあるよね、まあちょっと多いのもあるけど、まあお魚の脂質はいい脂質、そう。アルコール分解のためにエネルギー使うから糖分である締めのラーメンが欲しくなると言われております。うーん、そうなんだ。晩酌するアイドルとかあんまり考えたくない。まあその時アイドルじゃないからね、言うてお父さんとお酒楽しむのは、まあわかんないけどね、あんまり。まあでもぶっちゃけ言うと私はもうお酒の全、マジで最後に飲んだ20歳です。あの20歳の誕生日、いや誕生日じゃない、あれ20歳から、まあちょっと1ヶ月遅れぐらいの誕生日会をした時に一度ちょっと飲んで、あのスプーン1杯ぐらいでその次もちょびっと飲んだけどやっぱダメで、もうそっからね飲んでないです、一滴も。そう、ていうかそう、お酒を飲みたいって思う段階にまだ行ってないです私は。そうなの、あまり美味しさを感じない、うん、って言ったら結構なんか、あれはなんだ、なんだっけ、カクテルとかどうみたいな、いろいろ勧めてくださる方いらっしゃるんですけど、私はぶっちゃけお酒飲めるようになりたいとも思ってないから、そう、水で十分私、そう、ジュースも飲まないからさ。そう、コップ一杯ではなくてスプーン一杯から始まりました、私のお酒人生。いや、お酒人生は語弊があるわ、閉ざされたけどね、もうそこでそう、喉鳴った。そう、飲み物はマジ水、水です、もう水。そう、まあね、親は別に全然飲めなくていいよみたいな感じで言ってくれるからね、そう、ありがたいですよ。るんちゃんがたまさんにあげていたお菓子、お菓子じゃないお酒は最高に美味しそうだった。ああ、あのたまさんっていうのはあのジョン・マイ・ラブの、あの私があの出演させていただいたミュージカルの、まあ、共演者さんなんですけど、そう、その方があの豚の角煮をお裾分けしてくださって、でその例に、まあそのタマさんはお酒好きなイメージあるから、もうお父さんにおすすめをもう任せて、あのお父さんが買ってきてくれて、あの私はお酒のこと本当に分かんないからで渡しましたそう、そしたら翌日立て返しの前にタマさんがもうあのめっちゃ美味しかったよみたいな、ちょっとちゃんと食レポしてくれた、なとろ、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったよ、ちょっと忘れちゃったんですけど、食レポしてくださって、ああそんなに美味しかったんだなって、めっちゃなんかね、そう、どれだけ美味しかったかがよくわかる、そう感じだった。
まあでもそうですね、あんまその成人する前からお酒に対する憧れがね、もう1ミリも、1ミリは嘘だ。いやでもほとんどね、なかったからね。まあだからこそ、あんまその成人してから、なんか飲むっていうこともないんでしょうね。そう、割といろんな人にお酒飲めるようになるねって言われるけど、あんまり私それで嬉しいとも思ったことがなくて、そう。そうなんですよ。なんか成人したら絶対お酒飲むんだみたいなっていうこともね、ぶっちゃけあんまり考えたことがなかったからっていうのもあってね、まあいずれ飲みたくなった時に飲むかみたいな感じですよ。そう、そんな日が訪れるのがいつなのかは知らんが、そう、居酒屋行って美味しいもの食べる派。あーでもわかる。なんかでもあんま居酒屋行くことないんですよね。でもただやっぱ唐揚げとか美味しそうじゃないそう、初見さんこんばんは。まあでもそう、やっぱ家族が割とね、こだわりあるタイプだから、そういうお酒とかで、だからなんかなんだろうな、なんかアルコール、なんかアルコール度数の問題じゃないけど、なんかほろ酔いとか出てこないのみたいな、たまに聞かれるけど、一切見たことがないですねそう、もう出たことがない、そう、家でも。だからまあそのおかげであんまお酒飲むこともなくてね、ちょっとまあそう、まあ割と過ごしやすいですね。そう、厚焼き卵の中に明太子が入ってるのがあるんだけど、メニューに。美味しそうだね、いいな。そういえばだいぶ前に私初めてタロコスパゲッティを食べて美味しかったよ。そう、はい まあちょっとお酒の話はここら辺にして、あくびが、さて何の話を しようかね。
はい。あくびってなんで釣られるんだろう。でも確かになんか人があくびしてたらさ、自分もあくびしちゃう。確かに結構釣られることって多いですよね。そう、なんでなんだろうね。長友さんってどんな方ですか。なんかね、まあ、まだこんな方だよってのめっちゃ詳しくは言えないんだけど、確か多分合ってると思うんですけど、あの私と同じコアラのマーチの前髪ピン持ってた。絵柄も一緒のやつ初めて見ました。コアラのマーチの前髪ピン持ってる人。そう、そう、そういう共通点をこの前の公園で見つけました。あ、でも今日ね9000歩歩きました。そう、9300歩ぐらい。そう、急な今日の話。今日何も特にこういうことあったっていうことなかったなって思ったけど、そうだ今日歩いたって思って。まあ、どのぐらいだったっけ、忘れちゃったな。まあ、1時間は絶対1時間以上歩いてるけど、どうだったかな。ね、まあ健康ですそう、まあでも今日もちょっと昼寝した。そう、最近昼寝しちゃう、やっぱ眠いんだね謎。散歩するときって音楽とか聞いてるの？まあ聞くときもあれば聞かないときもあるね。うん。まあ聞くときの方が多いけど、たまに聞かないこともあります私は。そう。まあ一応聞きながら歩くときも。なんか周りの音はちょっと聞こえるようなモードにして聞いてます私は。そう、お腹が鳴りましたね。
エイトとキティちゃんのコラボグッズ明日から発売。17か、明日。そうだね、明日からです。ポップアップショップ明日からです。ね、ポップアップショップどんな感じなのかワクワクだわ私は。まあ、ぜひ皆さんキティちゃんグッズゲットしてね。私も109最後に行ったのいつかな、めっちゃ前ですよ、もう2年ぐらいは前かもしんない。あんまり渋谷に行かないんですよね。そう。まあ、最後に渋谷行ったのはお仕事で行ったぐらいだもんな。それも結構前ですけど。一度も行ったことない。まあでもそういう方もいらっしゃると思う。そう、なんか一回初めて渋谷に行ったのもお仕事でだったんですけど、そう、私その時はゲゲゲの鬼太郎好きなんですけど、ロッキーの鬼太郎ってなんか一応なんかシリーズみたいなのあって、ロッキーまであるんだけど、そう、第6シリーズみたいな。でロッキーは割と最近2019年とか、そこぐらいの結構最近の作品なんですけど、まあ、その1話、第1話の舞台が渋谷だったんですね。で渋谷のスクランブル交差点とかが出てきて、そうで、なんか今度渋谷に行くってなって、そしてちょっと早めに行こうみたいな感じで行ったら、もうスクランブル交差点あったし、あとこう緑の電車みたいなのもあって、めっちゃはしゃいでたら、多分外国人の方だと思うんですけど、撮りましょうかって言われて撮っていただいて、その緑の電車の前で。ちょっと恥ずかしかったですけど、そう、感動したね、あれは。うわー、もうアニメと一緒じゃんみたいな、めっちゃね、そう、本当に感動した、あれは。最初は猫娘いなかったと思います。まあレギュラーじゃなかったよねっていうことでいいですか。一応いるにはいたんだけどよね。あ、わかんない、その最初がどこの最初なのかちょっとわからないんだけど、まあ一期の時はちょっとしかいなかったからね。まあ、見たことないんだけどっていう話を聞いたことがある。そう、ちょっと原作まではわからない、私も。そう、
墓場の鬼太郎、あーめっちゃ、まあ、確かに、いやいたよ、いや猫娘ではないね、猫ちゃんだからあれは。え、まあでも、まあ、墓場の鬼太郎も私アニメしか見てないんですけど、あの子もなんかネズミ見ると猫になっちゃうっていうから、まあ猫娘としては出てない、猫ちゃんとして出てるから。そう、なんかまあ一期は少なくともそのなんか舞は出てるわけじゃなくて、なんかどっかでちょびっとみたいなイメージ、なイメージっていうかそういう話を聞いたことがある。でも見たことがないんですよ私も、その最初の一期二期とか、まあ、3、4期もそんなじっくりと見れたことないんですけどね。そう、特に一期二期は見たことがそんなになくて、でまあ一期真っ白黒の時ですけど、の時は猫娘はほとんど出てこなかった、なんかどっかの花どっかの 2,3 話とかぐらいで出てきたよみたいな、でもそのぐらいだったねみたいな話は聞いたことあるけど、ちょっと見たことがないからさ。そう、見たいんですけどね、もうよく言われるんですよ、一気めっちゃ怖いよって。うん、なんかなおさら見たいなって思うんですけどね。そうです、まだね私もYouTube、公式の YouTube でしか、あの公式のチャンネルあるんですけど、東映アニメーションのそれで公式で1話だけ上がってるからさ、そのお化けナイターは見たことあるんだけど。そう、主要人物の声優さんって結構変わってるんだろうか。一応、あーまあ、まあ、鬼太郎、は変わってます。ネズミ男も変わってます。おそらく大体変わってます。まあ、あの、目玉のエジさんは変わってなかったんだけど、ロッキーで変わりました。そう。久しぶりに鬼太郎の子機見たいな。そう、私は小さい、あの私ちょうどリアルタイムで見たのが5期だったから、いや6期もリアルタイムで見たんだけどね、その一番最初に見たのが5期っていうか、まあ第5シリーズの鬼太郎だったので、まあそれがそれを見たらなんかうわー懐かしいってなるかな。そう、なんかそうだね、一番最初に見たものですし、そう、
墓場鬼太郎もあと3、4話ぐらいで終わるから、それを最後までね見たいですね。そう、墓場鬼太郎の作画っていうのかな、作画でいいのかちょっと微妙なんだけど、あれめっちゃ好きなんだよな、本当に素敵。うん、なんか難しいんだけどさ、あのなんか和紙に描いたような感じ、なんかあの感じめっちゃ好きなんです。ちょっとなんか全体的にちょっと薄暗いというか、なんか今みたいにすごい明るい色とかはそんなになくって、だからそれがめっちゃいいんだよな、好きだなってなります、個人的に。でも多分そういう方絶対いらっしゃると思うんですけど、そう、ちなみに墓場鬼太郎はゲゲゲの鬼太郎よりもあの時系列的には前のお話です。そう、一応それだけ言っとく。あ、パチって言ったでもそうね、最近アニメ見れてないね。あ、でもちょっとゴキの鬼太郎久しぶりに見たいなちょっと今思いましたね。少し昨日も言ったけど、昨日もちょっと配信で話したんですけど、最近はもう結構漫画が多いです。ね、そうだね。まあ、昨日はねちょっと夜更かししちゃって、まあ1時には寝たんですけど、そうちょっと夜更かししちゃったんで、今日こそは23時50分までには横になりたいと思っているところでございます。私は舞台の鬼太郎のも見に行きたいんだけど、めっちゃ時期的に行けそうにないんだよね、微妙に。そうなのよ、本当に微妙なの、マジで微妙に、いや見に行けなさげな感じがしなくもないって思って、ちょっとどっかで、まあダメ元でチケット取りたいけどさ、ちょっと躊躇しちゃってる。そう、
漫画さらっと読む。じゃあ割と私さらっと読んじゃうタイプですね。そう、特にアプリだと特にさめっちゃさらっと読みがちかも。そう、でも特に好きな作品とかは割とじっくり読みたいなってめっちゃ頑張るタイプ。そう、ですね。そういえば忘れてたけど、通販で頼んだお洋服まだ届いてないなって思った。でも割と時間かかるみたいだからね、気長に待とうと思います。全然関係ない話、すんごい関係ない話をして今日はここで終わりたいと思います。そう、私はいつもね突然配信を終わらせるタイプの人間です。初めての方は明日からおい、なんかすごい急に終わるやんみたいな感じになると思うけど、まあ慣れてくれると嬉しいかな。そう、慣れるまで見に来てねえっえって思うけど。じゃあ13位から読みますね。13位ソランさん、12位モノサルさん、11位夏目さん、10位カラスのカーコさん、9位飯田ひろゆきさん、8位ロミツさん、7位マモさん、6位ファーバジさん、5位アーティーさん、4位 TKH ケージさん、3位ブケニャンさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけでじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。